ケーブルの澤田です。ケーブルの山本です。少し待ってきました。待ち待った札幌ですね。ホットドッグベリースパイシーホットドッグベリースパイシーな季節、これ関東の編集が喜んで、いやそうテロップすぐ入れてくれるから、去年もねすぐ入れる、去年の映像とかサバの方に入ってると思う。それも何年来てんねん。そう、毎年来てる。というわけで、早速受賞ですね。ね、毎回ほどながら一周のクイーンステークス、うん、まあ、G1 馬もね、参戦して結構面白いメンバーだと思いますけどね、うんうんうん、はい、まず、じゃあどうしようか。関西から行くの、関西、関東で分けて、そうですね、はい、うん、じゃあ人気そうなところで、この、はい、アドマヤリードも、はい、してみますか。まあ、今週の見切りはこう、審判をね、サンド合わせの審判の後ろで、はい、こう、なんていうかな、我慢させて、うん、まあ、我慢させてたけど、こうスムーズにも走れてたし、うん、でまあ、直線向いてからはその外のその3番の外に出したらもう馬なりでねこう、うん、もうほぼほぼスッとこう、はい、かわしてる感じで、はい、この反応すごく良かったですしね、うん、まあ、それほど大きい馬じゃないんですけれども、はい、これまあ、瞬発力もあるし、まあまあパワーもね、うん、まあ、そこそこあると、この洋芝でも、はい、うん、全然スムーズに走れてたんでね、うん、いや本当に素晴らしい、雰囲気はすごくいいと思いました。はい、あとどれ言ってみましょう。関西馬で黒コスミア、そうですね、黒コスミアのところも入れてるんで、はい、まあまあ400ね、こう体重見たら410キロ台なんですけど、はい、全然見えへんでしょ、400キロ台全然見えないですね、はい、だからどっちかというと前が勝っててこう後ろがそれにまあついてきてないっていう、またちょっとバランスのね、はい、そういうあの良し悪しがあるんですけど、はい、まあ前輪駆動なんでね、うん、結構こうスピード乗りがすごくいいし、はい、まあ、競馬行ってもやっぱりそういう競馬、前に行っての競馬、うん、まあまあ、それが運やなっていう、あの走り方もそんな感じだし、はい、だから馬のこう馬体をね、細く見せてないっていうのはまあいいですわ、うん、先週も見たんですけど、はい、いいなと思ってて、ちょっと滞在の効果でもあるんですね。そうそうそう、もともとこう木の買ったところがある馬なんで、はい、まあ、滞在もいいんでしょうけど、うん、だその辺もね、若い時と比べるとだいぶ解消してきてて、うん、精神面の成長っていうのも見て取れるんでね、はい、雰囲気は良くなってると思うんですよ、うん、前走レコード掛けもね、反動もなさそうです。そうですね、うん、ますます良くなってるなと思いますね、うんうん、当選ビクトリーですか、その、あ、札幌の方がいいですか、うん、パルトっていう箱館の方にそのまま、やるともやるよ、わかりました。札幌で言うとパルコード、パルコード、はい、パルコード、なんかその1週前のその、まあ、選手、はい、なんかね、ちょっと体にもこう余裕があるし、うん、あのボール前のこう反応とかもね、はい、なんかいまいちやなと思ってちょっと見てたんですよ、はい、ハーフマイルでそんな速い時計でもないのにボール前こうつけられて、まあ、そのゴール過ぎてから向こう上面までね、うん、あのまあ、急車の話によるとちょっと気抜くところがあるから、そこでも気合をつけてそのゴール過ぎてからこう長めを追うっていう、うん、まあ、そんなスタイルだったらしいんですけど、はい、まあ、ちょっとで、ね、その反応がもともとそうあるっていうのに含めて、体の余裕があるなと思って、まあ、先週は見てたんですけど、今週、ね、芝、ね、今週の芝コースは、ね、うん、意外にちょっと良かったなと思って、そうですね、楽にね、もうかわしてたし、うん、まあ、いくらか上昇もあるのかなっていう、だからまあこの人、今週の人を置いて、馬体がキュッともう一締まりしてくれれば、力出せるんでしょうけど。うん、このままね、その切れる足がないんで、こういう洋芝ね、そう、洋芝いうても、函館があんだけ時計早かったんで、そうですね、札幌はどうやねんっていう、あの芝見てもちょっと短めにカットしてあるんでね、時計もしかしたら早いかもしれないんですけど、はい、そういう時にどうなんやっていうのがあるんですけどね、はい、確かに時計買った方がいい、いつも通りのこうちょっと洋芝のタフな感じだったらこう切れへん馬、はい、この馬にとってはね、まあ、いいとは思うんでね、はい、山勝レース山勝レース、うん、まあまあ頭が下がらん感じあるしね、うん、まあ、元気なんやけど、はい、ちょっとこうなんていうかな、もうちょっとね重心が下がればね、うん、もっと良くなるんかなっていうところあるんですけど、まあ、折り合いがね課題もあるし、でもオークスに関してはもう距離が負けられなかったんでね、はい、あんなん度外視してるんですけど、距離もね、もう2000とかこれこなしてるんですよ、一応、うん、一応2000とかね、1000アスとかまあこなしてるんですけど、本来はね、あの走り方とか、あの気象とかね、考えるともっと、まあ、もまれるとかね、うん、いや、
みんな、ね、短いところの方が絶対にええんや、ええんでしょうけど、将来的にはそうなってくるのかなと思いますけどね。うん、まあ元気ですよ、とりあえず。そうですね。まあ、折り合い。折り合い、うん、レースで折り合いつくんかっていうぐらい元気なのね、はい。はい、そうですね。そんな感じ。はい。じゃ関東馬ですか。うん、まあ、注目はやっぱアイロレットだと思うんですけど、うん、まあちょっとこう、レースを使いつつ、こう、NHK マイルカップに向けて、まあ、どんどんちょっと馬体を減らしてたんですよね。で前走を見てもちょっとギリギリ、まあ本当究極の仕上げという感じだったので、前走からどれだけ戻るかなというふうに見てたんですけども、どうですか、馬体見ても、ふっくら見せて。そうそうそう、だから選手も見たときに、ね、うん、言うほどそんな細く見えへんなと思って、そうですね、むしろこう、この2ヶ月半の間で、はい、体とも随分と持ち直してきてるなと思って。そうですね。うん、まあ本数2本なんで、うん、まあ、逆に重く苦しいかなと思ったんですけど、まあ、しっかり多分牧場でね、乗り込んできて、うん、もう動きはまあ文句なしですね。うん、馬体動きともに、うん、まあ、きっちり仕上げてきたなという気がしますね。うん、はい、関東は他、まあ、ちょっとクイーンズミラールドってちょっと人気だと思うんですけど、うんうん、これとにかくね、追い切り走る馬なんですよ。うん、それをいつも見てるものにとってはちょっと反応も足りなかったな、もっとぐんとくる馬なんで、ちょっと最後思ったよりもぐんとエンジンかかれなかったなといつも、ちょっとそろそろこう、ね、結構激戦の疲れとか、ちょっとね、年明けもね、もうすでに今回の放送目と、そうですね、使ってるので、ちょっとその辺は注意してみたいなと思いますね。関西の練習でもね、そうですね、してね、結構輸送もね、はい、輸送も多いんで、ちょっと今回疑ってみたいという気がしていますよね。うん、はい、あと、イットバックナナナノットフォーマルかなと、うん、この直前結構こう、何ですか、無理せず道中はもう本当にふわふわ乗ったんですけど、こういう時の方が走る馬なので、うん、気合い乗りすぎる、うん、でラストしまいも結構12秒ジャストで切れたんで、うん、ちょっといい頃の調教の感じだなっていう気がするんで、うん、ちょっと穴で注目なものかな。まあ、ここに祖先を参戦か、最後に使ってるんでね、うん、まあ、楽にね、距離伸ばして離れもね、ゆっくり逃げながらね、入るでしょうし、うん、ちょっと展開面も含めて注目ですね。うんうん、はい、というわけで、結論何、どうしましょう。分からん。分からん。関西で一番良かったのは、まあ、サードマンより、うん、うん、まあそうですね。うん、まあ、アイロリッドも良かったね、チケク G1 馬2頭が良かったっていう。うん、まあ、だからまあ、そのアドマイナリーとか、まあ、ゲートはそんな早いかな。まあ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 、そういうね、ポジション取りがね、はい、開幕しようやからかな、はい、でも、まあ、ここはでも、調教にする方どうですから、仕上がり自体は、まあ、いいと思う。いいわ、アドマイナリーと、動きだけはほんま良かったと思う。うん、なんで、G1 馬2頭に関しては、うまく仕上がってきたなということで、うん、あとは展開面とかね、そういう。そうそうそう、ババの状態とか、そういうところを含めて検討していただければって感じですね。これ SPSS ではこのままレース取り上げようか。いや、それはお楽しみにということで、まあ、僕はちょっと実は狙ってる馬決まってるんで、それは資料を見ていただきます。じゃあ俺もそうです。じゃあやめてください。じゃあ俺も。全然スタンスが違うんですから。じゃあ三坂で書くわ。取られ、じゃあ三坂で。わかりました。じゃあ被りましょう。でもノーマイトしてみせるのか。そういうことです。